世界自体はもうすごく SF 的にすごく先の世界なんですけど、でもそれなりにちょっと廃れちゃったりしてて、でそこに残った民族の、でその民族が普段演奏しているというか聴いている音楽としたら、まあこんな感じだろうという、そういうものを考えましたね。まあだからまあ、うん、まあ結局そのだからあんまりそこら辺にある音は使わないで、例えば自分でエディットして作った音だとか音色だとか、そういったものをなるべく出すように、まあ、これツバイからのずっと流れだったので、まあ、私もそれに習ってなるべくそのオリジナリティのある素材ですね、リズムとか音色とかメロディーとかをすごく自分で